浅草橋駅は東京都台東区浅草橋一丁目にある東日本旅客鉄道東京都交通局の駅である台東区の駅で最も南に位置する JR 東日本の総武本線支線と都営地下鉄の浅草線が乗り入れ接続駅となっている JR 東日本の駅は特定特殊内制度における東京都区内に属する JR 中央 総武線各駅停車の駅には JB20、都営地下鉄浅草線の駅には A16 の駅番号がそれぞれ付与されている。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。東西に出口があり、都営地下鉄浅草線とは東口での乗り換えとなる。当駅より千葉方面は千葉支社の管轄である。JR 東日本ステーションサービスが駅管理を受託する。 両国駅管理の業務委託駅、開業以来エスカレーターとエレベーターは設置されておらず、車椅子利用者のために、係員の付き添いのもとで利用できる階段昇降機が東口側階段に設置されているだけだったが、2016年3月26日には、西口改札とホームを結ぶエレベーターの使用が開始され、深夜及び早朝に閉鎖されていた西口も終日営業となった。 トイレは東口、西口とも改札内にある。自動改札機が設置されているが、東口では、隅田川花火大会が開催される日に、臨時で、簡易水下改札機が設置される。台東区唯一の JR 総武線の駅、また、台東区最南端の駅でもある。乗り場、編集島式ホーム一面二線を有する地下駅である。ホームと改札街の間には、エスカレーターと、 エレベーターが設置されている。コンコースには誰でもトイレが設置されている。また、A1 出入口には、エレベーターも併設されている。ホームの西間ごめ方は、カーブにかかっており、ドアとホームの間が広く開いている。門前中町駅、勤務管区浅草橋駅、勤務区として、浅草橋駅を仕上げ駅間の各駅を管理している。乗り場、 編集近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通りである。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。美光 JR 駅の東口周辺は、旧月や、吉典などの人形問屋や模型メーカー、卸、総武線の南側は、医療品といった各種の問屋がそれぞれ集まっている、ことで知られている。 2003年から2012年まで、フランス語による、インターナショナルスクールであるリセ・フランコ・ジャポネド、東京・龍北港が、駅西側の旧龍北小学校跡地を利用していた。総武線高下下の商店駅南の柳橋一丁目は1999年まで、下流会があった。現在も館船の発着場がある。駅北の旧加谷町は、毎日新聞発祥の地である。 東口付近の江戸通り上にある、都営バスの浅草橋駅前停留所と、西口付近にある、台東区循環バス、めぐりんの浅草橋駅北停留所、クルーリ、めぐりんの浅草橋地区センターが、最寄りバス停留所となる。都営バスの浅草橋停留所は、東駅から神田川を越えた、靖国通り及び江戸通り上に存在する。浅草橋駅前、 編集浅草橋駅北、編集浅草橋地区センター、編集東日本旅客鉄道総武線秋葉原駅、浅草橋駅両国駅東京都交通局、都営浅草線エアポート回得通貨エアポート、回得以外の列車種別東日本橋駅、浅草橋駅倉前駅出店、編集広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集 JR、 地下鉄の1日平均利用客数、JR 東日本の1999年度以降の乗車人員、JR 地下鉄の統計データ、東京不統計所東京都統計年間、ありがとうございます。